してだよ、アスカ。こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろう。ああ、そうか。頼み方の問題なんだな。では、改めて。お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。ダメ。ダメって、今の頼み方でもダメなのか。頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら自分のを触ってればいいじゃない。見せこなうな、アスカ。あたいが自分のおっぱいで満足するような女だと思うのか。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞ、ひばり。うん、気をつけるね、野球ちゃん。クソ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらコツネ、ひばりの肩なら揉んでいいよ。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ひばり、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。愛の願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。カツネ、何言ってるの。アスカ、見てみろ、お前の後ろの光を。え、何ですかこの光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を出現させたんだ。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜみんな。あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。やっほー。 みんな大丈夫？怪我はしてない？はい、皆さんなんとか無事みたいです。でも、ここは一体。どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。明らかにおかしい。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待って、みんな、それどころじゃないよ。あっちから殺気がする。
かもかなりの人数です。あの人たち忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな行くよ。油断大敵。
騒がしいと思って来てみたら、これはますますきな臭くなってきたな。ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか？うん、いきなりで抵抗する間もなかったよ。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。一体何が起こっているのでしょうか？わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これはリョウビさんとリョウナさんの匂いです。え、リョウビちゃんとリョウナちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。あれ、ホムラはどこに行ったの？ホムラさんなら寝てるで。起きてると腹がすくからって言ってたな。この臨時収入のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。寝かせておいてあげましょう。もしゃもしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、美味しい？美
美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや、あれは何でしょうか。何か不思議な光が。ミミちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ、私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。オムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。そんな不思議なことがあってたまるか。未来、夢でも見てたんじゃないか。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢か。もしかして、私が夢を見ているのか。ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りのお肉たちよ、お願いだから出ておいで。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。未来さっきは何、わしらとやり合おう言うんか。どうすんのホムラ。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で応える。それがホムラグレン隊だからな。逆連戦突破。
こいつで
薄っぺらいんだよ。チェスト燃えろ、セリフ燃えろ、させるかよこいつで。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。ホムラちゃん、アスカ、それにユミ、ミヤビも。相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたんだ。そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ。この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね、若き忍び学生の面々が。ばっちゃん、ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあさまなのですか。ばっちゃん、心配してたんだよ。こんなところで何やってるの。どうして家を出て行ったの。その辺のことはおいおい話すよ。お前たちをここに集めた理由にも絡んでくるからね。え、どういうこと。どうした、ミヤビ。どうしてお前がここにいる。私の目の前で死んだはずなのに。リョウキ、ただいま、ミヤビちゃん。役者が揃ったようじゃな。さあ、これより祭りの始まりじゃ。不甲斐ない。また一段と強くなれたわ。
にようこそ、若き忍びたちよ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあお主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはホムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど、だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんは神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？さあ、なぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか。アスカ、お前の婆さん、もしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす？私を？オムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう見えてもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？どこじゃろね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。クビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃしない。猛烈に本当っす。
うるさいうるさい、忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力でぶつかっていくだけだ。っていうか誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間、元の世界の時間は停止しとるんじゃ。だからバイトをクビになったりはせんわい。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま、並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は伊達に長生きしてないっす。さゆり様が持っている知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花火、あたしを年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすからね。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが私たちをここに呼び寄せ閉じ込めた理由は分かりません。もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで。なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり夏を満喫できるからな。バカマン！そんなわけあるか。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。忍びの盆踊り。月仙、半蔵、蛇女、ホムラ愚連隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。血が騒ぐ。もう体が熱くなってきた。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの。ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんか。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ櫓を一番多く壊したチームにはカグラへの道が開かれるからね。カグラだと？ほう、カグラ、忍びの最高称号か。カグラへの道とはどういうことですか？それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界で様々な場所に変化させてあげるよ。いつもこの島だけだと気分も盛り上がらないだろうからね。とにかくお前たち、櫓が最後の一個になるまで戦うがいい。
まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りだ祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。なんかに負けたら私が廃るのよ。お前らふざけんなよ。今の勝負本当に全力だったか。手を抜いてたんじゃねえのか。手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうちよ。入るんば。っていうかさ、やっぱりユミちゃんも感じてたんだ、この気配って。懐かしくて暖かくて、わしたちがよく知っている気配。まさか本当にそうなのか。絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。
気持ちはわからなくもないけどよ。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの世界から出ることはできん。しばらくはお前たちの戦いを見せてもらうわい。三神楽三姉妹行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。皆の物語でございます。相変わらず甘えん坊ね。だってだって久しぶり。リョウビちゃん大人っぽくなったわね。ちゃんも大人っぽくなったわ。わーい。病気お姉ちゃんは全然変わってないね。あれ？これ何？なんか天使の輪みたいだけど。ウンドレ、触るな、ぶっ殺すぞ。俺にだけは触っちゃならんのじゃ。いやー気持ちいいの。もっと怒って、もっと怒って。なんか知らんが
触られるとめちゃくちゃ腹立つんじゃ。二度と触るなってこのクソボケ。何がハウンだこれは。なあ、ねえ、姉さん。どうした、劉備。どうしたのって、何よ今の喋り方は。まさか生き返ったら性格が変わっちゃったとか。え、病気お姉ちゃんは前から怒るとこんな感じだったよ。両家、いつぞやの戦い以来だな。あの時はごめんなさいね、先にやられちゃったりして。いや、謝るなら私もだ。私がもっと強ければ誰も死なずに済んだんだからな。本当にごめんなさいね、妹たちが誤解して迷惑をかけてしまったみたいで。何が迷惑なものか。今や二人とも頼もしい仲間だ。それならよかったわ。あの世からハラハラしながら見ていたのよ。ちょっとトイレ。劉備ちゃん、どうしたんだろう。
私は何をやっても姉さんにかなわないんだ。それっていつもの激しい遊びのこと？そうなのそうなの、昔みたいに激しく遊んでほしいの。リョーナちゃんは変わってないわね。でもお姉ちゃん昔みたいにできるかしら。病気お姉ちゃんが死んじゃった後はリョービちゃんに遊んでもらってばっかだったから、久しぶりに陽気お姉ちゃんに遊んでもらいたいの。何よ、陽気相手じゃ不満だったっていうわけ？バカ犬のあんたが偉そうに。料理がバカ犬のお願いを聞いてあげなくちゃいけないのよ。バカ犬はバカ犬らしくそこでチンチンでもしてなさい。相変わらず仲良し姉妹みたいね。お姉ちゃん安心したわ。仲良し姉妹なんかじゃないわよ。料理はただバカ姉のリョーナをしつけてるだけ。